是的 ，A 级女第三上优雅还在台湾呢。她有梦想吗？隐退后还有未尽的愿望吗？请进专访。三上优雅八公斤脂肪，拜拜！喊话台湾女生，我不会抢你男友啦。运动会所以是那个，对，他食事制限のみです。メニューは、でも、朝何食べるか。朝は食べなくて、食べてもこう固形物はあんま食べないです。スープとか。ヨーグルトとかフルーツとか、お昼は、ちょっと炭水化物を食べて、で夜はそれこそ台湾なんですかね、マーラータンっていう日本にもあって、春雨とかよく食べてます。8キロ、大概8公斤。黑暗料理界实在太恐怖了。会社名が株式会社ミス。去年他在 YouTube 宣布独立开公司时，脸看起来是个蛮滋润的社长。今年拍台北国际成人展广告，哎，似乎已瘦身有成呢。その TRE の撮影の時からも、8キロ変わらなかった。そこはすごい気をつけました。やっぱり引退作品はまだ発売してないんですけど。絶対見てほしい。デビューと引退はこう一緒に成長を見てほしい。でも辞めてもずっと私の作品しか見ませんとか言ってくれる人はいるので、もう本当かなとは思いますけど、信じてます。でも今もバスにゲームの広告させてもらったりとかしてるので、なんか今後もそうやっていろんな、日本ではバスになったこともそのようにないので、逆に台湾でそうやって大きい広告とかにしてもらったらすごい嬉しいです。今のところはまだ引退してから、まあ、日本でまだやりたいお仕事とかたくさんあるので、そのどこかの国に住んでるのは考えてないんですけど、台湾はめちゃくちゃ来てるのに観光とか旅行でも来たことないので、なんか旅行からまずしたいなと思います。いや、30歳で辞めるっていうふうに決めてたし、そのもうやりきったなっていうふうに思ってて、自分の思い描いていた以上の AV 女優の、その人生をたどれたなと思うので、悔いはないです。でもそんな変な何て言うの、こう奪おうとか全くしないので、ぜひ一緒に応援してくれたら嬉しいです。三立娱乐新闻。三上优雅报道。